はいどうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。151回目でございます。今回いただきますのはサンガリアの糖類ゼロキウイサワーでございます。こちらのがアルコール 5% 果汁 1% となっております。8月頃からですかね、よくネットとかでこの、キウイサワーの画像を見るようになりまして、あやっぱりキウイ好きとしてはこれは飲まないなと思っていろいろ探してたんですけども、どこにもなくて、一体これはどこで売っているんだろうと思ってよくよく調べたらローソンとポプラ限定というとんでもないオチでありまして、はい、最近ローソン行ってなかったなと思いまして、ちょっとローソンに駆け込んだらありましたので、ちょっと今回はこれをいただいてみようかと思います。はい、飲んでいる場所はちょっと何とも言えませんが、大体見たらなんとなくわかるような場所で今いただいておりますので、はい、ワンハンドで、開けて、早速いただこうかと思います。そうですね、なかなかすっきりとした味で、はい、5% でもまあまあアルコールを感じるという、まあキウイも 1% とも言いながら、まあ、しっかりとキウイの味がしますね。まあ糖類ゼロと、あと、なんか他にもあるんですよね、確かプリン体もゼロ、あと、着色料もゼロだったかな、はい、いろいろなゼロがついてますけども、これは飲みやすいタイプじゃないですかね。もうちょっと飲んでみましょうか。本搾りとかのキウイとはまたちょっとやっぱり違うんですよね。まあ、安いなりのちゃんとした、よくありますよね。なんかすげえガムみたいな味とか、なんかお菓子みたいな味。そういうのとまたちょっと違って、ちゃんとしたキウイの味が楽しめるかなと。まあ、これはこれでいいんじゃないですかね。はい。まあ一応とても最近健康に気にしてますんで。プリン体が入ってないとかね、糖類が入ってない、これはもう不健康な私にはぴったりなチューハイに仕上がっているんだと思いますね。あ、ちょっと購入先がなかなか微妙なんで、皆さん探してみてください。以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。